はい、それでは今回は前回の続きですね、今度はヘヨン記号を読んでいきたいと思います。それでは、行ってみましょう。これがヘヨン記号のドです。ここからドレミファソラシドですね。それでは前回と同じようにまずは、ドソドからやっていきたいと思います。はい、これがドソド。はい、この3つですね。ドソドでいきます。はい、ソドドソドドドドソ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 ドドソドドドドソドソドソドドドドドソドソドドソドドドドソド。はい、終わりです。それでは次レベル2ですね。ドファソシド、この5つをやっていきましょう。はい、まずドですね。そしてこれが新しい音ファになります。これが先ほどやったソ、ソとファしっかり覚えましょう。ソファですね。そして次これがシの音です。ドの一つ下シです。シド。はい、それではやりましょう。はい、ファドソドファシドソドファシドシソファドドシソファドソドファドシソファドドシソファドドシドソファドドシソド。はい、終わりです。次は、レベル3、ドレファソラシドですね。レの音とラの音が加わります。はい、これがド、一つ上がレになります。ドレ、そして先ほどやったファソ、そして新しい音ラになります。ソラ、そしてさっきやったシとドですね。でやっていきましょう。はい、ドレラファドシドソドシドファラレドソラレソシファソファシラレドファソラドレドシラソレドドシドド。はい、終わりです。次、最後になります。ドレミファソラシド、レベル4ですね。頑張っていきましょう。ミの音が加わります。ドレ、そしてミの音ですね。ドレミで、あとはやったファソラシドです。これやっていきましょう。はい、ファドミソドシファシレシドレソミソレシミドラドファレシドシドソラドラミラドドドミドソファソシレドファソシレラドラドファドファドドソドファドソミシラミシソシファドドシファドドラド
し、ら、そ、し、ど、そ、ど、み、ら、ファ、ド、レ、ラ、ソ、ラ、シ、ファ、レ、ラ、ミ、ラ、ミ、シ、ド、ファ、シ、ド、ド、ファ、シ、ミ、ド、ファ、ド、ミ、ド、ミ、レ、ソ、ド、ファ、レ、ラ、レ、ラ、ファ、シ、ミ、ソ、レ、ド、ファ、ド、レ、ド、ラ、ミ、ラ、ド、ソ、ド、シ、ド、ラ、ド、ド、シ、ラ、シ、ミ、レ、ミ、レ、ソ、ド、ファ、レ、ド、レ、ソ、ファ、ミ、ファ、ド、ミ、ラ、ファ、シ、ド、ソ、ファ、ラ、ミ、ド、ミ、シ、ラ、ミ、ファ、ソ、ド、レ、ミ、ソ、ファ、ド、シ、ラ、ド、ソ、ド、ソ、ド、レ、ラ、ソ、シ、ド、シ、ド、ラ、ミ、ラ、シ、ミ、レ、シ、レ、ミ、ド、ミ、ド、ラ、ミ、レ、ファ、レ、シ、レ、ファ、ド、ソ、ラ、レ、ソ、シ、レ、ミ、レ、ミ、レ、ド、レ、ド、レ、ファ、ラ、ファ、ド、ファ、ラ、ファ、ド。はい、終わりです。いかがだったでしょうか。約7分ぐらい音符を読んでいるんですけど、これでだいたい400枚ぐらいですので、このぐらいあれば、平音記号も、ある程度は読めるようになったかと思います。もし早かったという方がいらしたら、ぜひ再生速度のボタンを押して、再生速度を遅くして、ぜひもう一度チャレンジしてみてください。それではこれからも、楽しく一緒にピアノを勉強していきましょう。それではまた次回お会いしましょう。それでは。